はい、エグザイルのパフォーマーアキラさん37歳が6日、7歳年上の台湾女優リン・チーリンさん44歳と結婚したことを電撃発表しました。今回はこのエグザイルのアキラさんについてググってみました。実はアキラという名前が本名かと思いきやどうやら違うようですよ。アキラ、本名黒沢良平、1981年8月23日生まれ37歳、出身地静岡県磐田市、血液型 A 型、身長184センチ、職業ダンサー俳優、所属事務所は LDH です。略歴、家族構成は両親と姉の4人兄弟です。神奈川県大和市生まれですが、小学校に進学するまでには静岡県へ転居しています。小学校は静岡県磐田市内の富士見小学校です。小学校4年生からサッカーを始めています。中学校も地元静岡の磐田市立城山中学校へ進学しています。中学でもサッカー部に所属し、サッカーに夢中になっていました。高校へはサッカー推薦で磐田東高等学校へ進学しています。静岡県磐田市にある私立中学校高等学校で、磐田市で唯一の私立の全日制高等学校です。高校ではイギリス遠征も経験しました。また16歳からダンスを始めています。大学へは進学していません。高校卒業後プロサッカー選手を断念し東京へ上京。2002年クラブで踊っているところを偶然見ていた牧大と宇佐の目に留まり声をかけられます。2003年10月 EXPG に立ち上げスタッフとして携わりインストラクターとなる。 EXPG スタジオは株式会社 EXPG が運営するダンススクールです。2004年12月ラザーユニークのパフォーマーとしてメジャーデビュー。2006年哲也らとダンスチーム RAG パウンドを結成。同年3月舞台アタックナンバーワンで俳優デビュー。同年6月6日メンバーに誘われ EXILE に加入。2012年テレビドラマ GTO に主演したことで俳優として注目を集めます。2016年9月5日 EXILE THE SECOND に加入。2017年1月 EXPG の取締役に就任しています。エピソード、芸名のアキラは地元のダンサーの先輩からアキラっぽいという名前で名付けられました。本当にダンスの上手いカリスマ的な1歳年上の先輩がいて、その人と初めて会った時、黒沢ですと挨拶したら、ああじゃあお前アキラねって言われ、そのままアキラがニックネームになったと答えています。そして2009年6月6日台湾の女優リン・チーリンさん44歳と結婚。2011年の舞台レッド・グリフ・アイでの共演をきっかけに長年友人関係だったが、2018年から半年の交際期間を経て結婚を発表しました。アキラさん、リン・チーリンさん、結婚おめでとうございます。